茨城県神栖市サッカータウン波崎、こちらで毎日コムネット主催第25回波崎ユースカップが行われます。私那須大輔も今回アンバサダーをさせていただきます。現地に行くことはできないんですが、今年も多くの全国の強豪校が集い、切磋琢磨し、サッカーの技術チーム強化として、そこで大会が行われるんですが、僕自身も、鹿児島実力高校選手権も出場したりと、僕自身も高校サッカーで波崎ユースカップなどいろいろな大会で強化の場として、プレーさせてもらいました。本当に選手の皆さんは一日が全て勝負の場だと思います。成長の場だと思います。僕も当時は1日3試合だったり4試合だったりと今じゃ考えられない試合をたくさん乗り越えて、まあ、プロ現役生活とも長くやらせてもらいました。まあ本当に強豪校と他校とやれるということは新しい、まあ、そのレベルの高いところでの己を磨く場だと思うので、まあ、今回、フタールワールドカップあったと思いますが、さらに日本サッカーが世界へ、世界のトップ順位に行けるように皆さん、今の高校年代の子たちが未来のこの日本サッカーを背負っていくと思います。なので皆さんには本当に、この波崎ユースカップこの場を成長の場飛躍の場にしていただき、サッカー界を担っていく選手が一人でも多く発掘されることを心から願っています。最後に寒さには気をつけて、昨年はすごく寒かったです。なので寒さには気をつけて体調面をしっかりとね、準備をして試合に臨んで、少しでもね高い順位で終われられるように、あとはまあ個人個人が成長できるように、皆さん頑張ってください。波崎ユースカップアンバサダー那須大輔でした。ありがとうございます。頑張ってねみんな。皆さんこんにちは。この度茨城県神栖市サッカータウン波崎で行われます第25回波崎ユースカップで大会アンバサダーをさせていただきます小針清光です。この大会は毎日コムネット様主催で毎年行われており、全国の強豪校が集まる業界最大のサッカーフェスティバルになっております。今年の選手権に出場する学校は E チーム、惜しくも地域予選で敗退してしまった学校は来年度のトップチームで参加されるということです。僕自身は昨年に引き続き2回目の大会アンバサダーなんですけれども、昨年の印象としましては非常にレベルの高い試合が多く、またいいプレーもたくさん見させてもらいました。で、それ以外にも感じたこととしましては、それぞれの学校の特色がサッカーに現れてるなっていうのはすごく感じました。まあつなぐサッカーをするチームであったり、縦に早く攻めるチーム、また守備をしっかり構築しているチームなど、それぞれの特徴が見れてすごく楽しかったです。で、振り返ってみますと、僕自身も高校生の頃はですね、いろいろな、チームと試合をすることによって個人のレベルも上げることができましたし、また、自分が所属しているチーム以外の友達などもねたくさん作ることができ、今でもそういった、友達との交流は、続いています。で、まあ、サッカー的な、幅も広がったのもこの時期かなというふうに思ってます。なので参加される皆さんもですね、自分たちの試合、自分のレベルアップを当然考えるとは思うんですけれども、他チームとの試合の中でいろいろな刺激を受けてですね、サッカーの幅を広げたり視野を広げて、いろいろな友人であったりとかっていうのを作っていってもらえたらなと思っております。で、話は変わりますけれども、先日ワールドカップカタールワールドカップ終わりましたけれども、その大会での日本代表の躍進というのはすごく
日本中に勇気と希望を与えたと思っております。まあ、日本代表の目標としてしたベスト8というところは届かなかったと思うんですけれども、予選グループでのスペイン、ドイツを破る、ワールドカップ優勝国を破るという快挙を成し遂げた、あの日本代表っていうのは本当に素晴らしかったなと思っております。その日本代表選手たちもやはり皆さんと同じこの高校世代を過ごしてああいった舞台で戦っているので、ぜひね、参加される皆さんもいつかああいった日本代表の舞台で戦うような選手がこの大会から出てくると、嬉しいなと僕自身も思ってますし、皆さんもそうした目標を持ってこの大会を戦っていってもらいたいなと思っております。ぜひですね、この大会で皆さんの活躍を、願ってますし、また会場でお会いすることがあると思うので、その時には声をかけてもらったり、僕自身も皆さんのそばで、プレーを見たりすると思うので、ぜひですね、この大会を一緒に盛り上げていい大会にしていきましょう。それでは現地で会えるのを楽しみにしています。皆さん頑張ってください。